はようございます、ダマスです。ということで、今日は今減量期で時刻は8時なんですけど、ちょっとね今日はもう朝一発目から、起きてカメラ撮って、で夜寝るとこまでカメラを回そうと思うので、まあ、要所要所にはなると思うけど、そんなね減量期の一日を撮っていきたいと思います。でもう腹減ってるんで、すぐ朝飯作ってそれ食っていきます。で今日はどうしような、何作ろうな。今日はね、シンプルに卵でいきたいと思います。あとちょっとスムージー的なやつもね飲みます。それ作ります。はい、という感じで朝飯がね、できました。ドリンクと、卵ですね、こちらをいただきます。腹減った、やばい。うん、うまっ。卵、火を入れすぎないことが重要かな。結構半熟で食うのがうまいし、スルスル食べれるから、それもね、いいとこだよね。うまっ。今日はね、ちょっとオートミールとバナナで炭水化物源食って、米食う時も多いんだけど、気分でその日取りたいものを取ってるね。はぁ、朝って感じするね。で今日は、これ食って1時間後ぐらい早めにジムにね今日は行くんで、いつもは夕方とか昼過ぎとかに行くこと多いんだけど、ちょっと今日はもう朝にギュッて詰まらせるんで、朝の時間ですごい大事だから、携帯とか見てると一瞬で時間経っちゃう。だからなるべくね、やるべきことを最初にやるのが理想なんだけど、それができないよね。でも今日はやるぞ。ちょっと準備します。ちょっと朝のねサプリメントを紹介するの忘れました。これをね最近僕は飲んでます。アンビーグのね、マルチビタミン。これマジ優秀。マルチビタミンはね、毎食飲んでて、14種のマルチビタミンに加えて、マカとか亜鉛とかアルギニンとか、クエン酸も取れるから、これさえ飲んどけば1日分のね、ビタミンがね、補給できる。なんか食事とかでさ、ビタミン取るのってめちゃめちゃ大変なんよ。で、毎食を取るの厳しいよって人はね、一気に取っちゃってもいいから。で、俺も今日ね、ちょっと、取る時間もないかもしれんで、1日ね、来ている4粒なんだけど、これをね朝に取っちゃえばすぐ効率的にね吸収される、そういう感じにもなってるらしいんで、これが神。もうこれでいいから、これで1日のもうビタミン俺もゲットしてるから、最強じゃね。5秒よ、いや3秒、うん、でね今ならこれ、割引コードね、ダーマス89で安く買えるので、まあ、そんなめちゃめちゃ高い商品じゃないので、ね、気になってる方は一度、試してみてはいかがでしょうか。ということで一瞬概要欄に飛んでみつつ次のシーンへ行きましょう。ちょっとやばい、急ぎます。暑すぎるよ。でもこれがね、いい汗かいて脂肪燃焼へもつながると思った方がいいというか、もうそう思わざるを得ん。だからプラスにプラスに考えることがこの減量においてもいいこと。ストレスっていうものはね、コルチゾールっていうやつを生んで筋肉的にも非常に悪いんで、あの笑顔に暮らそうぜ。さあ行くぞ。で今日はね腕トレーニングの日なんで、1種目目からねいつものごとく重量を扱って、その後ねしっかりストレッチ種目とか収縮種目を意識してねやっていきます。で全部の種目言えることなんだけど、まあ、重量はね扱いつつ意識するとこは意識するみたいな感じで、とりあえず1種目目はこのイージーバーのバーベルカールで4セットいきます。
ということで続いてプリチャーマシンのハンマーカールというかこの縦のグリップのカール、これもきついよ。プリチャーマシンはね、やったことない人はねやった方がいいと思う。プリチャー台、腕を成長させた台と言っても過言ではない。続いてインクラインのダンベルカール、でもこの時点でね腕はだいぶパンパンで重量もねだいぶ下がってくるけど、まあこれは結構俺はどっちかというと重量を持つというかは丁寧にストレッチと収縮意識して限界まで動かし続けるみたいな感じで、今日は12ぐらいかな。You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. ということでトレーニング終わりました。今からね、家帰ってちょっと落ち着いたらね、昼飯をね食っていきたいと思います。あんままだ腹減ってないな、疲れたなというかめちゃくちゃ疲れた、腕がもう上がらんけど、いいトレーニングができました。やっぱ朝トレいいな、すがすがしい気持ちになって一日のこの代謝っていうのも上がるからめっちゃいいと思う、減量中特に。はい、ということで、今シャワー浴びてきて飯作りました。サバと米、こちらとあと納豆ね、いただきます。ちょっとやばいな、クソ疲れた。朝トレはいいけどちょっとなんかすっごい疲れるな、それがいいのかもしれん。うまっ。やっぱどんなトレーニングでもそうだけどきついな、でもそこの中にもその達成感があるんだよね。体が変わっていくことで筋トレが好きっていうのはもちろんあるんだけど、その筋トレ終わった後のこの達成感、これを味わえるっていうのもね筋トレの醍醐味だと思うんで、まああれだよね、生活というかライフスタイルをより良くするよね絶対に。で飯食い終わって動画の編集したら今日ちょっと東京に行かないといけないんで、だからちょっとね今日は急いでて、まあ、あの新幹線の時間とかあるんで、なんとしても今日はね筋トレに行きたかった、ジムに行きたかったんで、で東京行ってね飯会というかなんかご飯会みたいなやつにちょっとね行ってくるんで、荷物をちょっとまとめなかんで荷物をまとめます。はい、ということで今準備終わったんで
もうあと10分かそれぐらいしたら出発しようと思うので、まあ減量中だし、なんか歩くきっかけとか、なんかこの運動をするきっかけになるんで、いろんなとこに行くのはね、僕は好きです。逆にね、減量中に。今時に行ってきます。終点の東京にも浜です。はい、ということで東京に到着しました。到着しました。よし。で、ここね、六本木でなんかジムもあるな。行きてえなー。いいなー。確かにね。ということでジャパントップチームに到着したので殴り込みに行きたいと思います。よし、やっぱやめよう。ジャパントップチームで働いてる山本壮志くんに会うので、彼が仕事終わるまでここら辺で待ちたいと思います。で、食事会もね、無事終わって、アンビーグの皆さんとても優しい方なんで、ちょっとやばい電話が、山本壮志を待ちます。ということで、家に着きました。今日一日終わりましたね。夜飯のね、部分はちょっと映せなかったけど、まあ筋トレもね、朝行けて、今日何歩歩いたんだろうっていうか、一日の歩数って減量中結構大事なんよ。9800歩、全然歩いてないな。しょうもないな。って感じでね、風呂入って、寝たいと思います。バイバーイ。